見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日は鬼滅の刃を語らせていただきます。今日は第8話鬼滅の刃幻惑の地の香りを語らせていただきます。話は浅草で鬼のドン鬼舞辻無残に首を切り込まれ鬼とかする男やめろあなた奥さんこちらより自分のこと傷口に布を当てて強く押さえてください。大丈夫きっとなんとかなる。奥さんの傷は致命傷じゃない。もっと強く紐で縛ってください。きっと大丈夫だ。この人は誰も殺してはいない。さっきまでこの人はただここを歩いていただけなのに。大丈夫かい？見ちゃいけないよメイさん。危険だ。向こうへ行こう。うわくそくそ、この人を放ってはいけない。鬼舞辻無惨、俺はお前を逃がさない。お前を許さない。貴様ら何してるわ。酔っ払いか。その少年、その男から離れろ。ダメだ。拘束具を持ってきてください。頼みます。いいから離れろ。俺以外この人を抑えられない。やめてください。やめてくれ。この人に誰も殺させたくないんだ。邪魔をしないでくれ。お願いだから貴様、これ以上抵抗するようなら近く地は無限。なんだなんだこの代わりは、なんだなんだこの模様は。どうなってる。周りが全く見えん。何かの攻撃か。だとしたらまずい。匂いが濃くなってきた。あなたは鬼となったものを人という言葉を使ってくださるんですね。そして助けようとしている。ならば私もあなたを手助けしましょう。なぜです。あなたの匂いは。私は鬼ですが医者でもあり、あの男鬼舞辻を抹殺したいと思っている。そして姿を消した鬼舞辻無惨。お父さんは来ないの？仕事があるんです。商談に行かなければなりません。さっきの騒ぎも気になりますし。あなた大丈夫？警官に尋ねるだけですから。さあさあ車に乗って。お父さん早く帰ってきてね。いい子にしておいで。二人を屋敷まで行ってくれ。そして炭治郎のところへ向かう鬼舞辻無惨。路地裏で、いやいや、うまいけいかよ。いや、大丈夫かい。平気だよ、平気。俺はまだ酔っ払ってな。おい、言ってやな。なんだったけ。すいません。ふん、おい、待てよ。申し訳ないんだが、急いでいるもんで。え？なんだと？おい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 、お前ずいぶんいい服着てやがるな。お前気に入らねえぜ。え？青い顔しやがってよ。なんか今でも死にそうだな。なんとか言えよ。おい死んじまったか。うん、どう？弟に何しやがる。いや、死んでるよ。死んでるよ。息してないよ。いや、弟に何しやがるの、お前。うわぁ、シャン、おぉ。私の顔色は悪く見えるか？私の顔は青白いか、病弱に見えるか、長く生きられないように見えるか、新規そうに見えるか。違
違う。私が限りなく完璧に近い生物だ。私の血を大量に与え続けるとどうなると思う？人間の体は変貌の速度に耐えきれず細胞が壊れる。耳に花札のような飾りをつけた鬼狩りの首を持ってこい。わかったな。御意。かしこまりました。あの耳飾り。そして炭治郎が食べなかったうどんや。いいかよく聞け。俺が言いたいのはな、金じゃねえんだ。お前が俺のうどんを食わねえって心積もりなのが許せねえのさ。すいません、もう一杯お願いします。食うんだな。はい、食べます。よし、じゃあお前もだ。まずうどんを食うならその口の竹を外せ。なんだその竹は。箸を持て、箸を。うどんお願いします。2杯お願いします。お願いします。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。美味しかったです。わかりゃいいんだよ。じゃあな。ごめんな禰豆子、置き去りにして。どうした禰豆子。待っててくれたんですか。お前を連れてくるようにあの方に言われたんだ。俺は匂いをたどれます。ネクラマシの術をかけている場所にいるんだ。たどれるものか。ネクラマシ。それより鬼じゃねえかその女は。しかも仕込めだ。仕込め。仕込め。醜いってことか。誰が。禰豆子。仕込めのはずねえだろ。よく見ろこの顔立ち。町でも評判の美人だったぞ禰豆子は。行くぞ。いやそら行くけれども違うだろ。絶対もう少し明るいところで見てくれ。あっちの方で。あ、わかった。この口かせのせいだ。これを外したら禰豆子を一度見てもらいたい。早く来い。早く来い。誰もいないうちに。引き戸の向こうに屋敷が。早く来い。いいか、あの方に失礼のないようにしろよ。俺はお前たちなんかどうだったっていいんだ。それをあの方がどうしてもと言うから連れてきたんだ。早く来い。失礼します。どうぞ。ただいま戻りました。お帰りなさい。先ほどはお任せしてすみません。奥さんは。あ、この方は大丈夫ですよ。でもご主人は気の毒ですが拘束して地下牢に。人の怪我の手当てをして辛くないですか。鬼の俺たちが血肉の匂いによだれを垂らして耐えながら人間の治療をしているとでも思ってるのか。いや、ごめん。よしなさい。なぜ暴力を振るうの。名乗っていませんでしたね。私は玉代と申します。その子は湯代。仲良くしてやってください。無理だなこれは。辛くはないですよ。普通の鬼よりかなり楽かと思います。私は私の体をいじっていますから。キムツジの呪いも外しています。呪い。体をいじった。あ、こちらへどうぞ。先ほどの続きですが、私たちは人を食らうことなく暮らしていけるようにしました。人の血を少量飲むだけでこと足り。不快に思われるかもしれませんが、金銭に余裕のない方から輸血と称して血を買っています。もちろん彼らの体に支障が出ない量です。そうか、この人たちから鬼特有の異臭がしない理由がそれなんだ。でもやっぱり人の血は必要。血だけなら禰豆子にも。湯代はもっと少量の血で足ります。この子は私が鬼にしました。え、あなたがですか。いや、でもそうですね。鬼舞辻以外が鬼を増やすことはできない。
それは概ね正しいです。200年以上かかってきたのは湯城ただ一人ですから。200年以上かかって鬼にできたのは湯城ただ一人ですから。玉代さんは何歳ですか。お前女性に年を聞くな、このプレイボロー湯城。ついにその子を名付けたら許しませんよ。はい、怒った顔も美しい。一つ誤解しないでほしいのですが、私は鬼を増やそうとはしていません。不治の病や怪我などを負って余命いくばくもない人にしかその処置はしません。その時は必ず本人に鬼となって生きながらえたいか尋ねてからします。嘘偽りもない清らかな匂いがする。この人は信用できる。玉代さん、鬼になった人を人に戻す方法はありますか。一方、鬼舞辻無惨の手下の二人は炭治郎を探して。見えるかい。見える見えるぞ。足跡がこれじゃこれじゃこれじゃ。こちらをぐるりと大回りして三人になっておる。何か大きな箱を持っておる。どうやって殺そうかの。力がみなぎる。あのお方の血を分けていただいたおかげじゃ。それはもう残酷に殺してやろうぞ。鬼を人に戻す方法はあります。教えてください。やろうとするな湯城。いや、投げたのでございます。玉代様、殴ってはいません。どちらもです。はい、教えてください。どんな傷にも病にも必ず薬や治療法があるのです。今の時点で鬼を人に戻すことはできません。それはもっと、いや、ですが私たちは必ず治療法を確立させたいと思っています。そのためにあなたにお願いしたいことがあります。治療薬を作るためにはたくさんの鬼の血を調べる必要があります。あなたにお願いしたいことは2つ。1つ、妹さんの血を調べさせてほしい。2つ、できる限り鬼舞辻の血が濃い鬼からも血液を採取してきてほしい。禰豆子さんは今極めて稀で特殊な状態です。禰豆子さんは2年間眠り続けたそうですが、その際に体の変化をしている。通常それほど長い間人の血肉や獣の肉を口にできなければ、まず間違いなく凶暴化します。玉代様は今日も美しい。きっと明日も美しいぞ。しかし驚くべきことに禰豆子さんにはその症状はない。この季節は今後の鍵となるでしょう。禰豆子、もう一つの願いは過酷なものになる。鬼舞辻の血が濃い鬼と、すなわち鬼舞辻により近い強さを持つ鬼ということです。そのような鬼から血を取るのは容易ではありません。それでもあなたはこの願いを聞いてもらえますか。それ以外道がなければ俺はやります。玉代さんがたくさんの鬼の血を調べて薬を作ってくれるなら、それすれば禰豆子だけではなくもっとたくさんの人が助かりますよね。そうね。何個も何個もの手まりが壁を突き破って、おい、はあはあ、危ない、避けろ。殺し方は決まったか。残酷にだろう。第8話、鬼滅の刃、幻惑の血の香り、よかったら見てください。次の話はまた次回。チャンネル登録、いいねボタン、拡散、コメント。